来てますからね、はい、この3つ目を早い段階でしないようにしなくてはなりませんね。柳川のスリーです。決まりました。アイバナーカスは昨日15ポイント8リバウンドでした。スローインからしっかりと山形はベルが準備しています。柳川外の斉藤へ、岡島のスリー決まれば、決まりました。怪我を乗り越えて今シーズンもプレーしています。そしてここのスリーは工藤が収めていきました。フィンケがアタック。さあ残り5秒、今度はコーナーからアタック。柳川合わせていった。第2クォーターに入っても両者一歩も引かない展開です。ワンポゼッションの戦いになっている。柳川少しファンブルしたが大丈夫、沈めていった。これで同点。柳川通面に行った。フィンケ沈めていきました。さあ残り1分を切ろうというところ、外に出てここは5番の柳川、フィンケスリーポイントシュート決めた。柳川龍之介、フィンケスリーポイントシュートきた。柳川、フィンケジャンパー持ってくる。今日は落ち着いて決めていますマイケル・フィンケ。ついているのはパードン、フィンケ柳川へ、柳川狙ってくるか、フィンケ、フィンケの3来た。フィンケ3本目。ノールックパスが通った。そして斉藤の得点です。